前城秀人の君ザネクスト。はい、お聞きの皆さん、おはようございます。本日は11月13日日曜日でございます。いかがお過ごしでしょうか。本日も君ザネクスト、元気に健やかにお届けしてまいりたいと思います。最初にですね、番組のご紹介から恒例の、はい、やつをさせてください。この番組ではですね、主に、今社会でさまざま頑張っていらっしゃる大人の方をゲストとしてお招きいたしまして、そしてその方の子供の頃のお話を伺っていくということをさせていただいております。子供の頃の体験にですね、様々な思いや、学びがあり、そしてそれが、意外と自分今の自分にですねつながっていたりすると、そういうことがございます。そんなことをですね、迫っていく番組でございまして、お聞きいただいているですね子育て中のお母さんお父さん、そして、頑張っている学生の皆さんにとってですね、さまざまな学びや気づき、あるいは勇気づけにつながればと、そんな思いでお送りしております。それでは、今日はゲストの方にお越しいただいてますが、ちょっと挟んでですね、ご紹介してまいりたいと思います。皆さんお楽しみにお待ちください。FM Naha。Your radio station。それでは本日のゲストの方をご紹介いたしたいと思います。株式会社慶応パートナーズ、取締役副社長になります。今の幸男さんにお越しいただきました。どうもこんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。今のさん、ラジオって初めてとかではないですか。あの出演は初めてです。あ、本当ですか。はい、全然はい、ザックバランで大丈夫ですので、はい、緊張してます、はい、緊張しますよね、はい、はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、ということでお越しいただきましてですね、いろいろお話をお伺いしてまいりたいと思います。はい、はい、ただその前にですね、ゲストさんの今このされていらっしゃるお仕事とかですね、活動とか、またあとこのラジオと YouTube もね、こちら FM 那覇さんのところで、はい、投稿されますので、ぜひお伝えしたいことなどもですね、あるかと思いますので、ぜひそのあたりのお話も伺ってまいりたいと思います。じゃあ自己紹介の方からお願いいたします。はい、はい、慶応パートナーズの私、取締役副社長をしております今の幸男と申します。弊社は、子どもから大人までの、働くに寄り添うパートナーとしてありたいという理念のもとですね、分かりやすく言うと、小さいな時から自分の進路について考える道筋を、いろんな企業の方や地域の方と連携、あと学校と連携してですね、さまざまな取り組みを通して、主体的な進路選択、自分の行きたい、道に進めるよう、支援する仕事になってます。はい、ありがとうございます。まさに実は僕自身もキャリア教育コーディネーターの勉強をさせていただいたことがあって、本当ね、いろんな大変さもありますけど、やっぱ大事ですよね。はい、そうですね。特に沖縄県は、失業の問題であったりとか、早期離職の問題というのが全国でも、良くない数字で1位が続いていますので、そういったことを小さな時からですね、高校の時とか大学になって進路を考えるのではなく、小さな時から自分の生き方について考えていくっていう取り組みが必要なのかなというふうに考えてます。なかなかそういうこと学ぶ機会とか、もっと言うと学ぶ時間というかね、なかなか考えられないですもんね。そうですね、
今分かりやすく言うと例えば中学校とか高校での職場体験とか、まあ、インターンシップっていうのも一つの一つの、まあ、取り組みの中の一つではあるんですけども、まあ、それがあの何のためにやってるのかということだったり、あのそれが自分の進路につながるようなあの、まあ、仕組みというかになるように私たちがサポートしてるような感じです、はい、いわゆる本当子どもたちがそれぞれなんていうのかな、自分ごととして、ね、捉えていけるような、はい、そんなさまざまな場を作ってらっしゃるという、はいはい、本当にあの僕も実はちょっとねあの、はいはい、ご縁もあって少し、はいはい、あの関わらせていただいていることもあって、いやでも本当この間もですね、あのその中学校さんの現場に、うん、はい、見学させていただいたんですけど、本当にすごいいい場で、子どもたちがなんかね生き生きとあの講師の皆さんにねあの質問してたりとか、ね、なんか聞きたいことを本当に聞いてたりとか、はい、あこの一つ一つがこの子にとって何らかの、ね、大きなものになるんだろうなって考えたら、めちゃめちゃいいじゃないのって、ありがとうございます、僕も何かしら本当に、はいはい、あのご協力させていただいて、よろしくお願いします、はい、そんなさまざまな活動をされているということで、あのぜひちょっと今お聞きいただいている皆さんにもですね、はい、何かあのそういう一つのきっかけになる、これあのもう要は参加できるような、ねはい、こともいろいろされてるということなので、はい、ぜひぜひちょっとそこもご紹介いただけたらと思います。 あ、はい、ありがとうございます。あの今少しあの子ども向けのお話をさせていただきましたが、あの私たちは実は企業様にも寄り添うという意味で、まあ、いろんな企業さんや地域の方とパートナーシップを結んで、はい、あのまあ、いろんな、取り組みをしていってるわけですが、その一つであの企業さん の支援というところで、はい、今那覇市 の事業なんですけれども、はい、まあ、経営者の方がこのまあコロナということもありまして、あのまあ様々な局面にあの今まあ直面していたりとかですね、まあどうやってこのまあ乗り越えていったらいいだろうかとか、あのあとこんだけの長いまあ早いスピードで世の中があの変化する中で、まあ様々な多分お悩みとか課題を抱えてらっしゃると思うんですね。そういった経営者の方向けに、あの例えばまあ先ほど申し上げましたが、ちょっと早期離職という課題が企業様あのどこもある終わりだと思いますけれども、まああのもちろんそういった子どもたちの教育も必要な一方、企業様も変化していかなくちゃいけないよというところで、まあ人材育成セミナーというのを11月の18日にあの無料で行っております。18日、はい、でこちらが一つと、でそのあそうですね、はい、こちらが行ってます、はい、はい、なるほど。こちらじゃあ本当にあの企業内での人材育成というところで、はい、まあ、そこのポイントというか大事なところというか、はい、あのどうやどうしたら、まああのそのまあ、今3年で退職するという、あのサイクルが多くなっていて、そもそももう今入社している人たちもですね、やっぱ変化してるんですが、あのずっとそこに長く勤めようと思っておらず、あのとりあえずは入社して、そこでまたやりたいことを見つけて他 の仕事に就こうという、まあ、あの人たちも増えている中、まあ、企業はどうやったらあのその人たちを、まあ、長くといいますか、はい、あの定着してくれるのかなというところの話を、まあ、いろんな、事業所さん あの事例も交えながら、あのセミナーをさせていただこうと思ってます、うん、はい、ありがとうございます。あのある意味これってなんかこう、まあ、そこに続けて何のためにそこで自分は頑張るのかっていうところにもね、うん、とつながると思いますし、それって結局さっきおっしゃってたね、この子どもたちのところともね、相通ずる、そうですそうです、はい、全部つながってるんですけど ね、はい、はい、じゃあ18日のこちらの方ですね、はい、あるということで、はい、他にもありますか。あ、はい、はい、他はですね、同じ企業あの企業の方向けですと、11月25日に、はい、あのまあ、SDGs のセミナーをあのこちらも行います、はいはい、あのもう皆さん SDGs はすでに取り組んでらっしゃる企業様や、あのこれからまあ取り掛かる企業様も多くいらっしゃると思いますけども、はい、まあ、あの何ですかね、この SDGs に取り組むことがビジネスにおいても今後のビジネスの展開においても、うん、あのとても重要なんですよというところで、はい、あの何ですか、まあ、ボランティア
をするという感覚ではなく、うんまあ、それをビジネスにですね、まあ、結びつけていくというような視点で、はい、あのお話をができたらなというところでこちらも企業様に実際にお話をいただくことになってます、はいはい、ちなみに多分今お聞きいただいてる、皆さん基本的にねやっぱりあのおそらくは大体共働きでそれぞれお仕事されてらっしゃってと、はい、いうことだと思うんですけど例えばそのそんなお気になった方が興味持たれて、はい、例えば自社のこうスタッフさんをとか、うん、あるいはまあご自身がとかも全然あ、はい、あはい、もちろんで大丈夫でございます、はい、じゃあ興味ある方ぜひですね、はい、あのなんか SDGs は特に学校さんでも ね、 そうですね、すごく力入れてらっしゃって、はいはい、むしろ子どもたちの方が知ってませ ん、 んみたいな状況ってねなんかあるような気がしてて、はい、ね、僕たちも知ってないとちょっとねそうなんですね、はい、っていうのもありますしねでまたあのすごい興味深いのはそうですねその環境のため地域のため、うん、そしてひいては地球のためっていうのはもちろんあるんでしょうけれども、うん、それをビジネスにっていう観点がまたね、はい、ちょっとなかなかね、はい、まだモテてないところだったりねするかなって僕も思うので、はい、うん、すごい興味深いですね。どんなことから取り組んだらいいのかとかですね、そのことも事例を交えながら、あのお話をさせていただけたらと思います。はい、はい、事例もあるからなんかすごい聞いてみたいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい。そうですね、他にも何かあります？あ、はい、次はですね、はい、11月の26日なんですけれども、私たち長年あの IT 祭りというものの運営に携わっておりまして、はい、沖縄県の、まあ、IT 産業情報通信産業を、はい、について正しい、まあ、理解、うん、あと不安作りというところで、まあ、様々なイベントを行っています、はい、その一つとして、11月26日に e スポーツ大会を開催いたします。はい、e スポーツ、はい、はい、ですね、中、IT 祭り2023年杯、はい、中高生フォートナイトというイベント名です、はい、はい、でこちらは県内の、中学生高校 生、 高校生、はい、まあ、チームを組んでですねあのエントリーをしていただけたらというふうに思います。あ、なるほど、はい、じゃあまあお二人か三人かとか、そうですね、うん、はい、なるほど、いやこれ面白いですね、はい、あの実はちょっと折下じゃないんですけど先日ですね僕も実はこの e スポーツにと、まあ、あのそれだけじゃなかったんですけどそこであのそれこそ環境 SDGs につながるんですけど、うん、ゴミ拾いと、うん、この e スポーツを掛け合わせたイベントにたまたま参加させていただいて、面白いですね、その大人も子供もね一緒にで、うん、すごい盛り上がってたんですよ、うん、だからあ、これいいなと思って、うんうん、子どもたちと一緒にゲームで盛り上がる大人の人の姿もすごく良かったし、またそれがあってからのゴミ拾いで、うん、そうそうそう、そこでまたねあのなんか楽しくで、またそこもねゲーム的にしていて本当にみんな一生懸命そうそうそう探してたりして、だからでも本当 e スポーツのこの可能性ってめちゃくちゃあるなってこの間参加して思ったんですよ。だからこれはいいですね。でこれは結構あれですか、毎年とかされる？この IT 祭りの中では、まあ、はい、初めてではあるんですが、活動されてる団体さんがいらっしゃって、はい、その方たちはもう何年も、はい、沖縄県の中の e スポーツを普及させるために高校に、例えば部活動として、はいはい、まあ、活動してくれないかというようなことを足運んでですねお話ししたりとかしているというところで、部活動としてめっちゃいい、はい、まあ、中にはまあ職業としてね e スポーツで食べてらっしゃる方も中にはいらっしゃるので、ね、まあ、それも先ほどと同様に正しい、まあ、理解といいますかが通じる、まあ、伝えられたらなというところで、はい、あ、すごく楽しみです。じゃあこれはあれですね、その中高生さんが参加するっていうことでももちろんですし、はいはい、それこそ例えば 見るっていうところも可能だったりするんですかね、これはですね、ちょっとこの辺は、あ、はい、オンラインで行うので、オンラインの部分ではごめんなさい、同時中継をするかどうかをちょっと確認させていただきます、はい、わかりました。まあまあでもねすごく興味深いですよね、はい、見れるんだったら見るっていう立場でもね、はい、なんか参加できたら面白いですね、はい、いやー、なるほど。どうですか、お気になってる皆さん、なんかすごく面白そうじゃないですか、一つ一つお仕事にもそうですし、当然子育て教育っていう部分にもですし、なんていうか
大人の視点が広がりそうですよね。そうですね、何よりね、はい、確かにあの先ほど子どもとも言いましたけど、実はそうです、あの保護者の方や先生、私たち企業人もそうですけど、あの私たちもこそ正しい、まあ、産業理解だったり一番新しい、何ですか、情報を共有することが子どもたちにもそういうことを伝えられたり、ね、はい、あの子どもたちの背中を押すのは大人だと思いますので、うんうんうん、やっぱ私たちも常に、はい、あのアップデートしていかなくちゃいけないなと思ってます。ぜひあの大人の学びとしてもですね、いかがでしょうか。あの詳しくはこれはお問い合わせだったりお申し込みだったりは、KO パートナーズさん、はい、KO パートナーズの、ホームページブログの方にですね、はい、あのそれぞれの今申し上げました、記事がアップされてますので、そちらから、はいはい、あのご確認いただけたらと思います。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。ぜひ皆さん、カタカナでになりますよね、はい、KO パートナーズで、はいはい、ご検索いただいて、はい、ウェブサイトからこのブログの方、ぜひ情報の方を見ていただけたらと思います。私もちょっと後ほどですね、よろしくお願いします、はい、お願いしますので、はいはい、すごく興味深い、すごく興味深くて、もっとこの辺の話も聞きたいんですけど、一応ちょっと番組の趣旨もありますんでちょっとここから話題をですね、今野さんの、はい、ちょっと子どもの頃のお話もちょっとお伺いしていきたいんですけど、あ、僕実は今日初めてね直接はお会いしてるので、はい、あのすごくなんというか落ち着いてらっしゃるというかめちゃくちゃ緊張してるからだと思います。あ、本当ですか。いやいや、もうね全然あのあれですけど、自然体ですけど、いやすごくあの落ち着いていらっしゃって、なんかだからこそ、あ、なんか子供の頃、うん、まあいろいろね体験されてることもあるのかなとは思ったんですけど、はい、子供の頃そうですね、なんか例えば小学生ぐらいの頃どんなことにハマってたりとか。小学生の頃は何ですかね、まあ、今みたいにゲームとか特になかったので、うんうんうん、あの友達ととにかく遊んでいました、あの外で、はい、外で、そうですね、あのゴム跳び分かりますかね、おゴム跳びや、はい、それこそかくれんぼやカンケリや、はい、あの本当座礁的な遊びを毎日夕方遅くまで遊んでいた記憶があります。めっちゃ楽しかったイメージがあります、僕もその頃の。そうです ね、 ね、そう思い出すのは、ね、私友達と遊んでた時のイメージがすごくあります。あ、はい、それじゃ結構、まあ、男の子たちとも混ざって、うん、なんか活発にされてたようなイメージがあるんですが。そうですね、あの男女問わず、うんうん、学校でも休み時間が確か10分とか15分の間でも、はい、あの屋上に行って遊んだりとか屋上に行って、はい、をしていた記憶があります。はい、じゃ基本的に動いて活動してっていうね。そうですね、うん、そうですか、はい、いやいやいや、じゃあ結構あれですか、あの明るい感じのキャラクター、どうなんでしょうか。あ、でも小学校の時からの親友、今でも遊んでいるんですけれども、はいはい、うん、とその一方でなんかすごくなんか自分で言うのは大変僭越ですが、何ですかね、あの周りにすごく気を使う子供だったって小学校の時から言われてました。そうなんですね、はい、小学校の時から気を使うなって言われてました。なるほど、はい、僕はすごく落ち着いた大人の方だなっていう印象なんですよ。じゃあ心からそれは、そうですね、はい、うん、すごく思ってらっしゃったの、はい、あ、でもじゃあ周りの子たちって特にその今野さんと仲のいい親しい子たちって、うん、なんか一緒にいたら安心してたかもしれませんね、なんか困ったら困ったらなんか、ね、どうですかね、落ち着いてる人がいるってなんかね、そうそうそう、僕の中ではすごく、うん、なんかその人に困ったらちょっと寄りすがろうってすげえ言い方悪いんですけど、うん、頼れるなっていうね、そう印象があったものですから、そうかもしれないです ね、 子供っぽくないみたいなことはよく言われてたので、そうかもしれないです。落ち着いてるだっていうちょっと認識はあまりないんですけど、でも確かに言われたらそうかもしれないなって、はい、なるほど。じゃあ結構あれですかね、もうなんかその落ち着かれてるっていうのはなんかやっぱりもともとご兄弟、はい、あの妹がいましたが、あの妹と別々、親が離婚してあの別々だったものですから、あの
そうですね、私は父親に引き取られ、妹は母親に引き取られという、はい、いうところだったので、あの兄弟として再会するのは実は私が中学になってから再会したというところで、はい、はい、こんな話大丈夫ですかね。いやいや全然はい、あでもそうだったんですね、はい、なので、多分そういってみて周りの、 あの大人の顔色をすごく伺う子供だったと思います。自分が今何すべきか、どう動くのが一番いいのかっていうのを、多分あのきつかったんだと思います、はい、なんかある意味生きるために必要な術として自然身につけて、あの父親が自由奔放な人だったものですから、あ、そうだったんですね、やっぱりその自分が多分生きていくために、うん、自分の味方とかを多分作ろうと無意識んですけどね、今思えば、そう、誰にでもだから気に入ってもらえる自分でいようっていうのは、うん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 、今思えばあったと思います。なるほど、はい、なんか今ふと、はい、なんとなくそうだったのかなって思ったんですけど、今野さんあれだったんじゃないですか、年上の人たちからすごく可愛がれませんでした、うん、そうですそうです、やっぱり、あ、でも子供の時は分かんなかったんですけど、うん、大人に社会に出てから、うんうんうん、やっぱり、あ、でも確かに小中高、あの、そうですね、うん、先輩から可愛がれる、はい、あとのはすごく、はい、うん、確かにあります、うん、いやもう本当に今なんとなく話し聞いてて直感的に思ったんですけどね、うんうん、だから、あ、それでもそうやって身につけていった術が、うん、ある意味それが、まあ、今野さんのね、そうですね、そういった、ね、いろんな人にやっぱりこう逆にそこはこうね、気にかけてもらったりサポートしてもらったりっていう環境を、ね、作って、ね、そう、無意識ですけど、そうです、なんで、あの今まだ思い出しましたけど、はい、あの友達の親御さんにもすごい可愛がってもらってたので、あ、まあ、友達がの家でご飯食べるみたいなのを友達は帰ってきてないんだけど、はい、もう私は行ってあのご飯食べて、はい、友達が帰ってくる前にごちそうさまですって帰っちゃうよそれまでも友達に話がされます。特に高校とか高校卒業後ぐらいとかは誰かんちでなんかご飯食べてるイメージ確かにあります。すごい、いやでもこれ素敵ですよなんかじゃあいい時代ですよね。そうですね、本当そうですね、あの、そうかね、そうだ、今の私があるのは友達の親御さんのおかげだなって、あのすごくそれは思ってます、はい、助けてもらえる力最強ですね、うんうん、そうですね、いやそれこそ生きる術だったんでしょう ねきっと、はい、だってそれこそ今ねえそれこそって喋りかけて言うのもなんですけど、時間がそろそろ、はい、すいません、毎回こうなんですよ、この、あの、なので気になるところで終わってしまい申し訳ないんですが、はい、次回もあの、はい、今野さんご出演いただきますので、はい、次回後編ということで、はい、伺ってまいりたいと思います。はい、ということでちょっと一旦ハイダーさんでエンディングに行きたいと思います。FM Naha。Your radio station。本日のキミザネクスト、すいません、毎回あの大体こういうことが多くて、はい、僕も熱中するあまりはぁってなることが多いんですよ。そんなわけで気になるところはぜひ後半というか次回ですね、お伺いしていきたいと思います。いかがですか、ちょっと緊張感、はい、でも汗がいっぱいです、すごい汗がびっしょりですね、はい、でもね、たくさんお話いただきましたもんね、はい、本当にありがとうございます、ちょっと次回も汗をかくことになるかもしれませんが、はいはい、すいません、よろしくお願いいたします、 お願いします、はい、本日キミザネクストはですね、株式会社 KO パートナーズ取締役副社長の今野幸男さんにご出演いただきました。じゃ、また次回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。キミザネクスト、また次回も同じ時間に、
皆さんのお耳にかかります。素敵な日曜日をお過ごしください。それでは皆さん、また来週。